に待ってるんじゃなくて逆に。皆さんこんにちは、オンダジャパンの浜川です。今回はボールの待ち方、浜川さんって大体打ったところにいますよねって言われることも多かったんで、それがどういう風なからくりなのかお話ししていけたらなと思うので、ぜひね最後まで見ていただけたらなと。はい、そしたら早速やっていこうかと思うんですけど、まあ、待つ余裕が生まれない人の大きな理由としては、全面で待ってる可能性が高いんですよ。どこの短い長いに来るか分かんないっていうのは実際そうなんですけど、それを全面で待ってしまうから結果余裕が生まれないんですよ。だからまず一番最初に取り組みやすいのは、ここに待ってたら絶対ミスしないやろなっていうところで待っとくっていう風に山を張る。それ以外のとこ来た時にはとりあえずミスをしないっていう前提の上でまずは練習した方が待つっていう風な感覚っていうのはつかみやすいと思います。ある程度僕もどこかを重点的に待ってて、それ以外はやんわり待つ。ただやんわり待ってるところもある程度練習の中でしっかりやってるから、待ってないところでもある程度質の高いボールが返せてる。だから結果全面待ってるように見えるんですよ。どこで待ったらいいか分かんないって時は、3球目もしくは4球目に関しては全部クロスで待ってください。8割ぐらいは大体打つ時ってみんなクロスに打ちます。基本的にクロスの方がコース長いからミスする可能性が少ないんで。で、2つ目に関してはトップ選手って言われる選手とか、まあ僕も含めてなんですけど、やってた方法は相手によって待つ場所を変えてる。トップ選手が待ってる、そこにいるっていうのは、大体レシーブした後に次相手がどっちに返してきやすいのかなっていうのを結構見ることが多いんですよ。僕の場合はクロス待ちでいるんですけど、もう止められるの分かったなと思ったら多分ミドルとかストレート増やしてくるんで、そっからじゃあ次待つっていう風に試合の中で見ながら相手を分析して待つっていうのが大事じゃないかな。じゃあこれどうやって練習するかって言ったら、レシーブしてじゃあ3球目クロス打ってください。それがある程度取れるようになったら、5球に1球、10球に1球ぐらい、ここ以外のボール打ってください。まずはそれをミスしないところから練習して。相手の癖を見るとか、とりあえず待つところをしっかり待っとくっていう風なパターン練習にした方が、待つっていう余裕は生まれやすいのかなと思うので、ぜひね、そこも参考にしてもらえたら。フォアにしたら、でプラスアルファ打ってるところに待ってるんじゃなくて、逆にサーブの回転とかサーブの長短とかで相手に打つコースをこっちが限定させてるっていう時もあるんです。例えば左利き右利きの選手でフォア前に出るか出ないかのこういう横回転を出したら、多分フォアドライブでかける人って9割こっちに返してくるわけです。トップ選手でも多いですよ。左利きの選手が右の出るか出ないかに出して回り込んで打たれたボール回転してる。あれって実はここで待ってるんじゃなくて、ここにレシーブを誘ってるんですよ。こっちにしか返せませんよねっていう極端な話っていうふうなサーブをしっかり出せるっていうのが前提だったら、次ある程度待ってるんですよ。しっかり待ってるところはいい、待ってる。待ってないところに関してはミスをまずはしないように。でもそれがしっかり自分でコントロールできるようになれば、そういう余裕っていうのも生まれやすくなると思うんで、ぜひ参考にしてもらえたらなと。最後までご視聴いただきありがとうございました。